サンホセモゴテの位置オアハカボンチの遺跡一図サンホセ、モゴテはメキシコ、オアハカ州、逆愛の地を定するオアハカボンチの北側エトラカ国、アトヤクガーウガンにある先古ン紀前期末から中期の祭祀センターである。モンテアルバンが建設されるまではオアハカボンチ最大の勢力であった。サンホセモゴテは少なくとも四つの居住区に区分されると考えられているが、そのうち A から、 シークについては、部分的に発掘調査が行われている。サンホセモゴテが建設され始めたのは、1600BC から 1400BC の間の時期と推察される。ティエラ・ラルガス省の時期に7.8ヘクタールほどの集落に成長し、オアハカボンチの他の集落に比して5から8倍の規模であったと考えられる。この頃、メソアメリカでは、 最古の部類に属する公共建造物が築かれるようになった。それは保存の最も良い6号建造物を例にとると5.5メートル4.5メートルほどの長方形を呈し、基礎は破砕された岩でがっちりと固められ、建物の内側には漆喰で塗り固めた壁と床面があり、南側には祭壇とも考えられる基板がある。中央部には石灰の粉が詰まった穴があり、 これは、オアハカ地方の民族霊からタバコを使用した儀礼と何らかの関係があると考えられている。サンホセ省は、ベラクルス州のウルメカ文明の祭祀センター、サンロレンソとほぼ並行する時期にあたる。サンホセももては、60から70ヘクタールのセンターに成長し、建造物2号では、階段下に、ジャガーと思われるものと猛金の頭と思われる。 石堀が置かれるが、オルメカとは様式が異なり、出土した土偶もオルメカの影響を受けたと思われるものがわずかに見られるが、大部分が在地の系統を引くものである。この頃、の人口は700人ほどに達したと推定されている。一方、この時期の土器はオルメカの影響を強く受けたとも考えられる。半人半ジャガーのモチーフと炎の蛇のモチーフが刻まれた。 4つの居住区のうち A、C 区に炎の蛇のモチーフ、B 区に半人半ジャガーのモチーフの土器が検出されている。サンホセモゴテの集落は、自鉄鋼の鏡、真珠貝や棘付きの柿、キララを加工した装飾品、魔性石符などの生産を行っていた。サンホセモゴテの支配者層は、北方のモレーロス州やベラクルス州、メキシコ中央高原、 東方のチャパス州との交易を行っていたと考えられる。次のグアナルーペ省になると、日干しレンガの基壇を持つ大型の公共建造物が建てられるようになる。土器は他のメソアメリカ地域と並行して国線分の施された白色土器が主体となる。サンホセもゴテの石碑サ号ロサリオ省になると人口は1300から1400人ほどになったと推定される。 この時期の三セ瀬ゴでの主張は、翡翠の装飾品を身につけるようになり、図外変形や黒曜石を針のように鋭く加工した探検で、放血儀礼を行っていたと考えられる。主張は、中庭のある、日干しレンガの家に住み、彼らの遺体は墓に埋葬された。ロサリオ章の終末期には、象形文字を刻んだ石碑が建てられるようになる。その恒例は、神殿と思われる。 公共建造物の入り口の敷居部分から発見された石碑3号であり、犠牲に捧げられた捕虜の姿とその名前が刻まれていると考えられている。サンホセモゴテは 500Bc ごろ放棄されたと考えられ、市張と住民はモンテアルバンの建設に携わったとする説が最近では有力である。モンテアルバンに期に、 サンホセモゴテは、モンテアルバンの統制下にある二次センターとして、復活する。70ヘクタールに達するサンホセモゴテの中央広場は、神殿や宮殿、球技場や、モンテアルバンにきに位置づけられる墓が築かれた。神殿の床面下からは、翡翠の彫像、統制の彫像、人物や動物をかたどった、航路、犠牲として捧げられた人骨や重骨が、発見されている。 石碑三号の様式は、モンテアルマンの踊る人の石彫りに受け継がれていくことになり、古良の名前の一の地震は、後のミシテカやアステカに見られるような260日歴による誕生日を名前とする習慣が、この時期にもすでにあったことを示すものと推察される。また、図外変形、放血儀礼、翡翠の彫像は、マヤ文明にも受け継がれたことで知られている。 現在のところ確認可能なメソアメリカ最古の文字の使用例であるとともに最古の260日歴の使用例である。ありがとうございます。